どうも、おつか、歴史くんでございます。え？鎌倉幕府の始まりって、いい国でも、いい箱でも、なかったの？ということで、今回のテーマは、鎌倉幕府の成立でございます。まあこれは最近話題になってますけども、鎌倉幕府がいつスタートしたのか、これは諸説あってはっきりしてないんですよね。でまあ昔はね、ご存知の通り、いい国作ろう鎌倉幕府ということで、1192年、この年に鎌倉幕府がスタートしたと。この説の根拠となるのは、源頼朝さんが征夷大将軍に就任したということですね。で、それに対して、いやいや、征夷大将軍に就任する前から、頼朝は全国的に支配をしていたということで、いい箱、1185年という説も出てますね。で、この根拠となるのが守護地頭の設置ですね。で、まあこの年頼朝さんは弟の義経を中心とした軍勢で壇の浦の戦いで平家を滅ぼしますけども、その後弟義経と仲悪くなってしまうんですね。で、結局頼朝さんは義経を討伐する動きになるわけですけども、で、その時に義経を捕獲するという名目で全国に守護地頭を設置するわけですね。まあ、守護というのはその一国の軍事権とか警察権を司る役職ですね。で、まあ地頭というのは荘園という私有地、それを管理したりとか、あとは税金を徴収したりする現地の役人、役職のことですね。でも、まあ、このいい箱、1185年というのが、いい国、1192年よりも浸透してきてる感じですね。ただですよ、実は鎌倉幕府自体がですね、鎌倉幕府の始まりはこの年ですという公式見解を出してるんですよ。これどういうことかと言いますと、鎌倉幕府のオフィシャルな歴史書、正史でですね、吾妻鏡というのがあるんですね。この吾妻鏡というのはですね、大河ドラマ鎌倉殿の13人で脚本の三谷幸喜さんが原作ですと言っている歴史書なんですね。ただはっきりといつできたのか、誰が書いたのかっていうのはわからないんですけども、おそらく鎌倉時代の後半にですね、鎌倉幕府、まあ北条家が中心となってまとめられたと考えられてますね。で、そこにですよ、鎌倉幕府スタートしましたという記事が書かれてんですね。いつかというと、西暦1180年の12月12日の出来事です。で、1180年、治承4年ですから、そうなんですよ、頼朝さんが平家打倒の挙兵をした年なんですね。まあ、頼朝さん挙兵した後ですね、石橋山の戦いというので平家の軍勢に敗れて、天の国千葉県の方に逃れて再起を図って鎌倉入りするわけなんですけども、その鎌倉入り、この年の10月だったんですけども、そこからですね、頼朝さんの御所が新たに鎌倉に建てられるんですね。で、その間に起こるのが藤川の戦いですけども、まあ、これは武田信義の軍勢が中心となって、平家の討伐軍、平のこれも清盛さんのお孫さんですね、その軍勢を破るわけですけども、その後また鎌倉に戻って、ついにですね、頼朝さんの御所が完成するんですね。そしてこの12月12日に御意志の儀というイベントが行われまして、頼朝さんは自分の家臣たち311人を引き連れてですね、有力な家臣だった上総広常の屋敷からですね、新しく完成した大倉御所に移るわけですね。この大倉御所というのは鶴岡八幡宮の東に位置していて、今源頼朝さんのお墓がありますけども、その南側にあったと言われている御所ですね。で、ちなみにそのパレードに加わっていた人、誰かというと、もう先陣最前列は和田義盛さんですよ。そしてあとは北条時政、息子の義時さんもいらっしゃいます。あとは千葉常胤さんとか、あとは足立森永さん、まあこの時は小野田森永さんですね。あとは土井実平、岡崎義実とかね。で、最後尾が誰だったかというと、畠山重忠さんだったそうなんですね。で、吾妻鏡にはこの大行列の下りの後ですね、重要な一文が書かれております。それが何かというと、こちらです。しかしより以降、東国皆その誘導を見て、押して鎌倉の主となす。まあ、つまりは、これより以降、東国、坂東の武者たちは、頼朝が道理にかなっている、正しい道にかなった行いをしているということで、みんなで押して、まあ、担ぎ上げて、鎌倉の主としたらしいんですよ。まあ、鎌倉の主とありますが、つまりは、鎌倉殿というわけですね。で、この鎌倉の主、まあ、鎌倉殿はですね、鎌倉に住んでいるめちゃめちゃ偉い方、つまりは鎌倉幕府のトップを意味する言葉になるわけなんですけども、その鎌倉殿として、これ以降政治を行っていくわけなんですよ。なので、鎌倉幕府の公式見解としては、朝廷から守護地頭の設置を認められたとか、あとは征夷大将軍の官職をもらったとか、そういうのは関係ないわけですね。なので、鎌倉幕府のオフィシャルな見解、吾妻鏡では、鎌倉入りの2ヶ月後、頼朝さんの御所が完成してみんなでパレードを行った1180年12月12日が鎌倉幕府のスタートですよという風にしたわけなんですね。
ただですね、全国的な支配には及んでおりませんので、果たしてこれを学術的に鎌倉幕府の始まりと言っていいのかというのは、これまた別問題なわけですね。だからまあ最近の教科書だと鎌倉幕府の成立の年載ってないんですけども、鎌倉幕府は1180年、治承4年に成立した、かっこ鎌倉幕府の公式見解みたいな感じで記載してみるのはいかがでしょうか。以上、鎌倉幕府の成立年に関するお話でございました。おつか歴史でした。バイバーイ。